こんにちは、まどかより子です。コロナと体シリーズ、渡辺医院にいて、渡辺寛治先生に日式健康法についてお聞きしておりますが、先生、ロシアの医者で博士でノーベル賞を取った方が、人間はだんだん老衰していく、そのやっぱり老衰って言っても個体差ありますでしょ。その若く見える人と健康な人、それからやっぱり病気がちで年よりもずっと老けて見える人とか、そういう人たちはなんか大腸内の悪玉菌とかの数が違うとかっていう、そういうのを研究したノーベル賞を取った先生がいるらしいんですが、その腸内の悪玉菌とかでやっぱりいろいろ人間の体って病気になったりならなかったりするもんなんですか。もうです。最近の、いろんな研究では、パーキンソン病、はい、これ、パーキンソン病の人と、病気のない普通の人、はいはい、の腸内細菌層を調べてみると、はい、違ってますよ。バランスが違ってますよ。あ、やっぱり違うんですね。で、そのパーキンソン病の人っていうのはどういうあれが出てくるんですか、症状として。症状としても手の震えだとか、はい、スムースに動けなくなるだとか、そういう運動神経が障害されてきます。ということは脳に何か、脳の運動神経に、タンパクのカスがたまって、そして、脳細胞が死ぬことによって、はい、うまくし神経が働かない、はいはいはい、でそうやってそういう人たちの腸内細菌層が違ってると、そしてやっぱり腸の方から、情報性に脳に、影響を与えてるんじゃないかっていうのが今。じゃあ脳をきれいにすると、脳じゃない、腸をきれいにすると脳の方に行く数が減っていくっていうこと。そういうね、タンパクの、数がたまりにくくなるかもしれない。あ、なるほど、今そういう研究がこう出てきてるということは、じゃあパーキンソン病とかそれに近い病気の人たちは腸内をきれいにすることによって少しずつ治す、希望が見えてきたということですね。そうですね。実際にそのパーキンソン病の人たち、はい、なっちゃうとその自律神経の働きも悪くなるんで、便秘の、状態になるんですけども、そういう発症前からやっぱり便秘がちの人の方が、なりやすい、なりやすいっていうのは。私はいろんな人によく言われるんですが、食べたらすぐ出るみたいなタイプなので効率が悪いなと、せっかく食べたのがカロリーとして体に残らないのかみたいに言われますが、逆にそのぐらいの方がいいんでしょうか。そうですね、体重もずっと変わらないんです、はい、だから要するに食べるといい大腸反射でまず、はい、出ますから、はい、そうですよね、出すように働きますから。そうですね、それがちゃんと働いてるってことですね。それが2日も3日も出ないっていうんじゃ本当きついでしょうね、そういう方はね。もう本当に全然そういう苦労をしたことがないもんですから、幸運です。今日はありがとうございました。